可愛い。可愛かった最高。すごい緊張した。マスクしてるし。マジでリーダーしっかり。はい、今回のね、セトリはね、全部ね、考えたんだよね。そう。いくよ。いきます。それでは聞いてください。けっぱれ、日本。セリナ
です。よろしくお願いします。せーのー。はい、枝紫色担当琥珀です。よろしくお願いします。琥珀。はい、萌え木色担当萌え木です。萌え木。はい、山吹色担当歌です。歌。よろしくお願いします。はい、さっきもちょっとお伝えあったんですけど、今日はミオニャンのセトリです。はい、ミオニャンが考えました。どうだった一人ステージ？今までデビューしてから正直緊張したことってほとんど一回もなかったんですけど、今めちゃめちゃ緊張して、ソロの時に本当にびっくりしています。はい。そうだよね、なんか顔がカチコチだったんだよ。こっちで見ててさ、めっちゃ思った。ミオが来る前に、あ、めっちゃ真っ赤琥珀と二人で言ってて、ミオが愛した瞬間にもうミオ本当にこんな感じだった。でもケッパレになってから柔らかくなった。そうそうそう、やっぱ今の時だよ。はい、というわけで早速次の曲参りますか。はい、行きましょう。それでは聴いてください。桜子町狂い咲き。Oh,
チケイロン。以上ですか？以上です。
行こう。いいよ、ツイッター見て。そう、そうだよね。あと、あの今日のチェキ、撮ったチェキはハッシュタグ、さくらこまち、ハッシュタグ、みおにゃんで絶対ツイッターに投稿するの。ハッシュタグ、みおにゃん生誕祭お願いします。お願いします。ミヤニャンとチェキを撮った方、今日限定でショールームで買ってた動物さんシリーズのイラスト貼っているので、よかったら2人見てください。欲しい、欲しいな。やばうすいや実は実は実は一部は1枚までにしてたんですけど、なんと2部は2枚まで貼らせていただきます。行事だとか何やらかんやらやりたいと思いますので、皆さんについてこいや、ついてこいや、はい、